寒くて布団から出られない常の MC はほどほどに。こんにちは、皆さんお疲れ様です。ご機嫌はいかがでしょうか。つねいです。つねいの MC はほどほどにボリューム35でございます。この番組はシンガーのつねいがライブの MC だけでは語りきれない思いやプライベートに踏み込んだ話、今ハマっているものやこと、最近起こった出来事など自由なテーマに沿ってお送りしていきます。音声だけではなく最後には動画もあります。リクエストによっては歌も披露いたします。トークテーマやメッセージも随時皆さんから大募集しております。早速なんですがお知らせでございます。12月20日長岡市立劇場大ホールにて新潟県文化祭2020ステージ公演が開催されます。そちらに出演させていただきます。やったーライブで、ゲストには平原綾香さんもいらっしゃいます。すごいな。メールか、はがきでお申し込みいただくと、観覧無料で、会場で見ることができます。いっぱいになっちゃったら抽選だそうです。で、 YouTube の生配信もあるので全国どこからでもご覧いただけます。ぜひ見てください。12月の20日でございます。さあ、そしてメールが届いております。普通のお便り、普通おたですね。ほどほどネームおとちゃんさん、ご無沙汰しておりました。毎週月曜はちゃんと常ほど聞いてますよ。そして最近の常井さんのブログに地元三条の学校に来て常井先生の講演があったと見て嬉しくなってメールします。まずありがとうございます。子どもたちはスポンジのように吸収する力を持っていて、今回の講演で常井さんの思いや愛情をみんなで感じて、きっと前に進むパワーをもらったと思います。これからもガンガン学校での講演、そして歌声を届けてくださいね。ではまたメールしますね、と。ありがとうございます。嬉しい。そうなんですよ、ちょっと最近講演もまたパラパラ増えてきまして、いろいろ学校さん回らせていただいてるんですが、嬉しいよね。子供たちの顔を見に行けるのがまず嬉しいし、でまたいろいろお話もできるのも嬉しいなと思ってます。最近はいじめ見逃しゼロキャラバンで、行かせていただくことが多いので、こういじめに関する講演が多いんですけど、みんな一生懸命聞いてくれて本当に素敵な子たちにいつも出会えているので、引き続きこの活動は続けていきます。ありがとうございます。さて、それでは今回のトークテーマに行きたいと思います。前回の知らんがなクイズがですね、問題が今常インチにあるパスタの茹で時間は何分っていう問題だったんですけどそれにちなんでトークテーマは好きなパスタについてお話ししましょうって言っておりました。好きなパスタって悩むよな。パスタって結構本当にいろんな味があって、もう全部美味しいから悩むんだよな。なんかこうたらこスパゲッティとかもめっちゃ好きだし、クリーム系もいいしね、和風もいいよね、キノコとかのさ。でもなんだかんだ言ってミートソースになるのかな、ミートソーススパゲッティになるのかなと思います。もうこれから一生このパスタしか食べれませんって言われたらミートソーススパゲッティ選んじゃうかもな。今まで人生で一番多く食べてきた味なんじゃないかと思うさあ、皆さんからいただいているメールやコメント読ませていただきます。ほどほどネーム福島の辻ちゃん、つねいちゃんワンバンコワンバンコ元気ですよ。放送日の2日も鍋にしちゃったよ。もつ鍋じゃなく赤マーラー鍋だったけどね。やはり締めはラーメン。好きな鍋の答えやった。正解したからもつ鍋を用意して生きりを待ってるね、かっこ笑いで、今回の知らんがなクイズ、パスタの茹で時間の答えね、わからんけど7分でどうかな。理由は我が家のパスタが7分だから。ご飯のつねいも見てたら実家のお米美味しそう。そこでお願いです、おつねまいをオンラインショップで販売してくれないかな。またコメントするね、と。ありがとうございます。おつねまいか、食べるといいことがあると噂のおつねまいねえ、またグッズとしてちょっと相談検討してみます。
赤マーラー鍋って辛いやつだよね。ヒーヒー言いながら食べたのかな。続いてほどほどネーム単身赴任中のニノさん、常井様、番組スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。早速ですがカバー動画都会いいっすね。程よく抑えた感じが心地よいです。ただし2万回は見られません。さて常井さんちのパスタの茹で時間はズバリ7分、根拠はなし、なぜなら知らんがなだし。で、好きなパスタについてですが、一般的にはタラモクリームと呼ぶのでしょうか。1センチ角の茹でたじゃがいも、炒めたベーコン、生たらこ、生クリームの中にパスタを投入して混ぜ混ぜ、盛り付けたら水菜を乗せて出来上がり。家族みんな大好きな我が家の定番。うん、食べたくなってきた。最後の動画は真面目に仕事している様子とは聞いていても、やっぱりオチを期待してしまった私です。じゃあ今回はこの辺で、それではと。ありがとうございます。何、タラモクリームって美味しそう。じゃがいもとベーコンとたらこと生クリーム、美味しそう。これちょっと私も作ってみよう。食べたくなってきた私も。ありがとうございます。続いてほどほどネームよっぱさん、こんにちは。つねいさん、こんにちは。新潟県文化祭2020の告知見ました。久しぶりのライブですね。心待ちにしていました。12月20日は私の誕生日に近いので、勝手に素敵なプレゼントをありがとうって気になっています。会場へは行けなさそうなんですが、ライブ配信で堪能したいと思います。つねいさんちのパスタの茹で時間は何分？きっと早茹でタイプを予想して4分でどうです？最近は電子レンジで茹でたりと便利になりましたね。ソースもいろいろあって毎日食べても飽きないかも。かっこ言い過ぎ。自分で突っ込んでる。私が好きなパスタですが、いろいろありすぎて悩みましたが、気がつけばいつもカルボナーラを食べてるかな。あの卵黄を使った濃厚なソースとベーコン、そして黒胡椒のアクセントが大好きです。今週もよだれたらしながらメールを書いてます。かっこ笑い。ではまたメールします、と。ありがとうございます。そう、カルボナーラもね、美味しいんだよね。電子レンジね、やる用のタッパーとかも売ってるしね、便利ですよね。新潟県文化祭、ぜひぜひ見てください。プレゼントです。勝手に便乗したけど。ありがとうございます。続いて倉井さん、カワハギ鍋はフグチリ鍋と同じフグ科なので、なまらうまいすけおすすめです。この鍋は飯しか考えてられません。パスタの問題は7分、あと好きなパスタは元祖ナポリタンです。ありがとうございます。そう、ナポリタンの安定感たるやみたいなところあるよね、本当に。さあ、皆さんからいろいろクイズの答えをいただきましたが、正解はあったのでございましょうか。知らんがなクイズの正解を発表したいと思います。前回の問題が、今常インチにあるパスタの茹で時間は何分という問題でした。マジ知らんがな。それでは正解を発表したいと思います。正解はじゃらら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 じゃん、5分でございます。正解しても何の得もございません。ただ、正解したら常井の生き量に会えるかもしれませんので、皆さん次回のチャンス頑張ってください。なので、今回も問題を出しますよ。今回の知らんがなクイズでございます。問題です。じゃらん、常井の好きな季節はいつでしょうか。すごいどうでもいいと思います。でも私この季節好きってこうよく言ってる気がするので、簡単かなと。まあ、まず4択だしね、好きな季節、春と夏の間とかそういう感じの問題は出してないので、明確に どれかです。このクイズの答えをメールやコメントでお待ちしております。このクイズにちなんで次回のトークテーマは好きな季節、教えてください。みんないつが好きなんだろう。できればその理由も一緒に教えてください。その他にも内容はどんなことでも OK です。メールアドレスは hodohodo@tsunei.com、
ほどほどあとつねい .com までお寄せください。そしてこの YouTube のコメント欄にもいろんなことを書いてください、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。サブチャンネルのご飯のつねいも毎週土曜日にアップしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてください。あとつねいの楽曲も引き続き愛してください。 iTunes、Apple Music、Spotify、LINE Music などで TSUNEI と検索するといろいろもっさり出てきますので、いろんなの聞いてください。あとつねいのオンラインストアで CD やグッズ販売中でございます。こちらもチェックしてください。つねいが、生きるための糧になりますさあ今週もお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。最後は動画でお別れでございます。今回の動画はそれを歌ってる人ですでございます。それじゃあ次回も、皆さんほどほどに元気でお会いしましょう。はちゃのー。